Hello， 大家好啊，又系我力 call 啊，我哋咧又嚟个路飞之旅啦。咁而家呢个剧情咧就去到咧，我哋要追翻嗰个火车啦，就走翻呢个乌索普啊。咁我哋而家去啦。アイスノーさん、エニエスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何が？ブッチに覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえだ。狙いを聞きゃ思い当たる節はある。フランキーのやつを連れて行かんのか。俺は仲間を奪い返す。お前らサイファーポールのエージェントを追うつもりだ。間に合わん。やつらはすでに海列車でエニエスロビーに向かっているだろう。そして今はアクアラグナが迫っている。まあ船だと出せんな。頼むよおっさん、仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。確かにな。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため、図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ、町に残ることを決断するのだった。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せん。だがお前たちにフランキーを頼んでおいいか。分かった。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ、ついてこい。地下道の先に昔使っていた倉庫がある。そこに向かう。そこに行けば鳩の野郎を追っていけるのか。ああ、試作品の海列車が命の保証はできねえしろもんだな。それでもいい。俺たちは必ずウソップたちを取り返す。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれねえか。ああ、あいつも俺たちの仲間だ。必ず取り戻す。そうか、ありがとう。感謝する。好累，而家我哋又要落翻去地下水道啦。希望我哋追得切啦。とりあえず地下2階まで行ってくれ。あ、わかった。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあ、しかし久しぶりにここへ来た。
当然他之前呢都不要放过手术，是有没有东西撿啦，刚刚就撿了粒云星，又开了个宝箱啊。啊，艾斯大叔都几搞笑喎，问佢系咪呢度行啊？大概啦。啲人大路大到佢咁噶，阴公。この先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。好啦，我哋见到架火车啦，呢个系水上火车啊。挑戦する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。咁呢度咧就可能要等佢整下架火车啦，咁我哋就要同啲同伴去倾下偈，先俾我哋上火车嘅。連中だ。ん？なんだこの音。咦，佢个心口有只老鼠仔啊！喂，你好。お前なのか？俺をここへ呼んだのは。我召唤佢啊。アイスバーグ、てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい、お前らも手伝え。この船直して海に出すぞ。はあ、
ロケットマンを得た一味はアクアラグナで荒れる海を越え、四方の島エニエスロビーへとたどり着いた。忘れがたい光景ね。でも今はもう一人じゃない。え、どういう意味？あなたにとって忘れられない思い出のようね。ええ、とても。そうだったの。世界全部を敵に回そうとも、仲間を守りたい彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。行くぞ！え、どういうこと？ちょっとルフィ！おい、ルフィ！好啦，我哋冲到嚟呢个司法之塔啦，架火车都撞到咁啦。結局こうなるのね。生きてる。私生きてる。死ぬかと思った。なんだ？前に来た時より警備が厳重じゃねえか。そうか？まあ、全部ぶっ飛ばすから同じだろ。違いねえ。行くぞ。おう。好啦，我哋入到嚟呢度啦。咁我哋首先咧要消灭咗啲炮先嘅，如果唔系咧就唔可以继续行噶啦。咁呢啲炮咧，我哋就要选择用埋伏啊。NS ロビーの猛者たちがそうやすやすと突破されるはずは。現実を認めろよ。現に俺たちはここにいる。よし、じゃあそこの火を吐く大砲ぶっ壊すぞ。ふざけるな、海賊どもの好きにはさせん。俺が。ギアセカンドコムゴムのジェットバズーカー。だだ面白い。任せろ。よし、行くか。ウトレケル。効かねえな。コンカス。これだ。なんで私なのよ。サンダーランステンポン。やるな。じびれる。これだ。よし、行くか。ウトレッケル。おい、お前マナーがなってねえの。効かねえな。ゴムゴムのな
んたがどれだけ強くても。哇，就試俾大家睇啦！呢啲炮咧避開唔到嘅，你一正面行過去咧就會噴你噶啦。咁所以我哋咧就要喺後面兜去後面度埋伏佢，先可以同佢打嘅。敵が多いわね。さすがイニエスロビーだわ。キャッ！なんでお前らがこっち側にいるんだよ！後ろに回り込まれたんじゃ、火炎放射器の意味がねえだろうか！どうするルフィ。そこにある邪魔くせえの壊してくか。へへ、そうだな。ぶっ壊そう。ババババ、勝手にされた！逃げー！早く来てくれ！火炎放射器を！いや、俺を守ってくれ！ぶっ飛ばしてやる！ギアセカンド！ゴムゴムの！ジェットウィン！サンダーランステンポン！やっと俺の出番か。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。やるな。これだ。きっちり型をつけるとするか。行くぞ。ウルトラゲル。これだ。その強さだ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。その程度だ。効かねえな。やっば。効かねえな。くらえ。サンダーランステンポン。刀の髪にしてやる。ああ、しびれが。今行く。まだやなってねえよ。ぶっ飛ばしてやる。そこだ。呢度仲有一支喎，搞掂埋佢先。おお、海賊どもがここまで来たか。だが、この火炎放射器は奥への道を閉ざす重要なもの。知るか。誰に聞いてやがる。とにかくこれを壊されるわけにはいかん。正義の名のもと成敗してくれるわ。ということでいいよな。おう、好きにしろ。でも勝つのは俺たちだけどな。よろしい。ならばエニエスロビーの精鋭がお相手をしよう。ということで本当にいいんだよな。だから確認すんじゃねえ。切り替えがありそうだ。ウトレッケル。おいお前、おろしちまうぞ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。やるな。
かねえな。俺の番だな。これで元気になるぞ。おう、助かるぞチョッパー。任せろ。たまらんな。きっちり肩をつけるとするか。九刀流アシュラ一部。おいお前、おろしちまうぞ。その強度だ。まずいわね。サンダーランステンポン。これからだ。これで元気になるぞ。ありがとう。俺が行く。医者、医者を呼んでくれ。アームポイント確定。クラス。これからだ。待ってろ、ディアブルジャンブフランバージュシャット。これからだ。キキ九刀流アシュラ一部。これからだ。私の番のように、オチエンタフルクロトアマーノ。これからだ。まだ待ってねえよ。くそこどき。俺の方が。よし、回り込んで先に進むぞ。好啦，搞掂曬啲炮啦，咁我哋就要行翻轉頭啦。それでウソップとフランキーはどこにいるんだ。確か地下に牢獄があったはずよ。よし、じゃあ下行くぞ。おい、どこだ。ウソップ、フランキー。今の力を試すにはうってつけだな。テーブルキックコア。みんな、あいつから。とりあえずみんな、怪我はないか。しょうがない、やりますか。ザンダーボルテンポン。効かねえな。ウルトラキャリア。お前じゃ退屈しのぎにもな。帰りは大丈夫かしら。とりあえず先に進みましょう。クソ、タカ。こっちからは無理だ。どうにかして後ろに回り込まねえと。やった、中に入れたぞ。入ってくるよ、入れたら完成了。
通機構があるな。はい、呢个位咦对面都有粒云阵喎。ロビン、どうした？何かあったのか？この本、背表紙にワフルドと書いてあるのよ。ずいぶんと古いわね。そうね。こんな古い本が残っているなんて。考古学者から取り上げた資料や歴史書をここに貯蔵しているのね。これ全部なのか？政府にとって都合の悪い本をなぜ処分しねえんだ？歴史がどこまで知られてるか、彼ら学者が何を調べているのかを把握するためでしょうね。不都合な歴史か。それでロビンちゃん、見つけた本には何が書いてあるんだよ。ワフルドの成り立ちを調べたものみたい。こう書かれているわ。その日、新世界の外れで突然島が出現するという事件が、現地目撃された巨大な水柱や近隣の島を襲った高潮。しかし海底火山の噴火や地殻変動は観測されていない。多くの事象が物語る。ワフルドは間違いなく空から落ちてきた。ワフルドの近海に群生する巨大な古代種の藻類が落ちた大地を受け止め浮かせているのだ。なぜ空から島が降ってきたのか、根本の部分でまだまだ謎は多いと。海図と照らし合わせるなら、その場所はワフルドと全く同じ。ワフルドは空から降ってきてできた島。そういうことね。不思議島ってことか。あら、何かあるわね。咁啱啱咧，我哋咧就攞咗力库出嚟啦。咁佢就因为考古学家嚟噶嘛，咁就可以揾到啲历史嘅物品啦。後ろから来ただと。唯一の通路を塞いでたってのに、おかしなこともあるもんだ。こいつ意表をつかれたはずなのに随分余裕ね。その辺の連中とは踏んできた場数が違うからな。この奥へ進まれたとあっちゃ海軍の名折れ。ここで止めるぞ。じゃあ止めてみろ。オチエンタフルクロトワマーノ。
だ。これだ。なめないでね。こう見えてサンダーランス先輩やるな。ディアブルジャンブフランバージュショット、これだ。俺がゴムゴムのジェットピストル。効かねえな。ゴッ、くザンダーボルテンポ。邪魔だ。邪魔するならそこまでよ。よっしゃ。この下は何があるの？さあ、わかんねえ。行ってみりゃわかるって。この厳重な扉、ちょっとやそっとじゃ飽きそうにないわね。よし、またギアサードでぶっ壊すから離れてろ。またってことは前もこじ開けたのね、あんた。ルフィらしいわ。でも今回はその方法じゃ無理かもしれないわね。ギアサード、どうやってやるんだっけな。我搞死了，他妈有三个技能，哎，点样用啊？やっぱり別の方法を考えるのが良さそうね。それじゃあ別の技を試してみるか。ちょっと、まずはこじ開けることから頭を離しなさいよ。見つけたぞ、麦わらの一味だ。おとなしく投降しろ。お前たちに逃げ場などない。仕方ねえ、こいつらを片付けるのが先だな。ヘヘ、かかってこい。こいつ強えな。ギアセカンドゴムゴムのジェットウィン。支援フルーデルフィニウム。やるな。おお、派手に。シシシ。おっしゃ。まずい。これだ。いけるか。ゴムゴムのジェットウィン。まずいわね。こいつ。サンダーランステンポン。これからだ。そっちけ、邪魔ねえ。これは気を抜けなそうな相手ね。俺の番だな。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのジェットピストル。これからだ。きっちり肩をつけるとするか。私の番のようね。危機急投流アシュラ一部。これからだ。オチエンタフルクロトワマーノ。
これからだ。行くぞ。くらえ。やったー。なかなかやるな。だが我々を倒そうとも鍵がないお前らはすでに袋のネズミだ。鍵？もしかしてこれのこと？ん？貴様いつの間に？なんで倒れないよ。そうしろ。それが昭和の塔へと続く通路の扉の鍵だとはわかるまい。あら。あ、おとぎがちだ。そこの扉の鍵なのね。なぜそれがわかった？さすがだな。しかし。哦，你们这边那个轮班说是有门呐。よくしゃべるおっさんだな。そしてそのうち一本が給仕室に隠されていることなど、お前らごときでは検討つかない。这轮班还当是空。もうしゃべらない方がいいんじゃねえか。この鍵以外にあと二本。全部で三本集めればいいのね。なぜそれがわかった。お前らは一体。いろいろ教えてくれてありがとな。ありがとう。どうするか。心を読む悪魔のみか。抜かった。抜かったのだ。どうやらただのアホだったようだな。それじゃひとまず給仕室に戻るわよ。よし、行くぞ。好啦，今集咧我哋就去到依度啦，下集我哋再见啦，拜拜。